パー NA チューンドの実力試し。今度のバトル相手は格上のこの車たち。1台目のライバルは前川社長がまずはこいつを食いたいと指名してきた R33GTR グレノーマルでエントリー。続いては数少ない手頃な FR マシンとして走り屋の間では抜群の人気を誇る S14。 定番のライトチューンで熟成されたこの14にアルテッツァはどんな戦いを挑むのか。そしてもう1台。さあどうですか、飛び入り参加ということですが。はい、知らないうちにこんなことになっちゃったんですけど、邪魔をしないように頑張りたいと思います。はい、まあスポーツカーを端からやっつけていこうかなというのがエスプリの考え方だな。かなり自信ありげですけど、まあ見てなさい。どうですか、バトル前の心境は。何よね、うん、大丈夫、一応はね、ちょっといじると早いからね、勝つよ。いけそう、いくよ。はい、あまあ大人げないからね、これは 4WD だし、まあアルテッツァにちょっと花を持たせてやろうかななんて思ってます。4駆の GTR は最後尾から5ラップバトルスタート。いいスタートを切ったシルビアと思ったら、何か詰まっている間に GTR が来ちゃった、来ちゃったの。さすが4駆、1コーナーまでに全車をごぼう抜き。リプレイはオリラーから。一体何があったの。クラッチがくっついちゃったよ。うわー、来た来た、焼けてクラッチがくっついちゃったぞ。俺は大変だ。オリド大変だっただろうしな。内側いる土屋さん、ここにいるんですけど、ここにここにいるんですけど、ここに GTR 逃げちゃうよ。飛び入り参加の田辺社長、ここは譲って正解です。ぶっちぎりだぜ。路面状況はだいぶ乾いてきたものの、まだまだ滑りやすい。危ない。笑いながらもインを刺すオリダー。もしかして余裕なの？よし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 。なんとかポジションを死守したドリドリ。バトルは2ラップ目に突入。オリダーがドリドリのスリップに入る。しかしドリドリもブレーキングをギリギリまで遅らせてオリダーに対抗。タイヤが滑るよ、なかなか食いつかねえよこのタイヤ。GTR は重そうだな。GTR が逃げちゃうぞ。なんとかしないと。雨がじゃんじゃん降ってくればいいのにな。シルビア対アルテッツァ、高速コーナーの挙動はどうだ。出やがったな。くそ。アキラ GTR、 企画趣旨を守ってアルテッツァとの距離を一旦縮める。アキラの車調子悪いんだ。それに対してオリダーは全くの能天気。これでドリドリがトップへ。調子が悪いと思ったら前に入られて頭が混乱しちゃったオリダー。考えてます。でもバトルは面白くなった。これでアルテッツァが逃げられればエスプリ大金星は無理かな。ついてきちゃうよ。やっぱり GTR は GTR だったのかもしれない。
でもターボ勢を従えるアルテッツァってかっこいい。このコーナーだって負けてないし。俺はアンダーで曲がんないんですけど、アンダーで。バトルはあと2周。ターボ勢に囲まれてドリドリ大ピンチ。いたぶられるドリドリ。強くなった後輩にタジタジの先輩って感じだけど、アキラがまた変な行動ですって思ったらオリダーも変。さあ、ここで FR 対決です。この2台のバトルをちょっと追っかけてみましょう。こんな感じですね。もう圧倒的に GTR は速いのは分かると思うんで、皆さん大人げないんで、この2台のバトルを後ろから取りましょう。おい、アキラ、大人になったな。お兄ちゃんは嬉しいよって感じ。さあ、余裕のアキラは置いといて、バトルの興味は S14 とアルテッサの戦い。タイヤが食いつかないよな。さあ、ファイナルラップ、オリダーがここでいった。あらららら、あらららら、遊ばれちゃってるよ本当に。さすが天下のシルビア君だよ。やっとコーリダーがラストスパート。もしかして君も企画を理解してたの？おお、セルビア君足がいい。早いもん。一音のブーストは1キロ。普段はコンマ8だっていうからちょっと早すぎたかな。やっぱシルビアがちょっと圧倒的に早いですね。そりゃあなた全然早いっすよ。全然シルビア君早いじゃないの。曲がんない。そしてチェッカー、結果は惨敗。しかしアルテッサのチューニングは今始まったばかり。それを考えればこれからの楽しみは見えたような気がした。そんな簡単にはいかねえよな。ああ、参ったぜ。そのうちやっつけてやろう。GTR には完全に遊ばれ、おシルビアといい勝負するのかなと思ったら抜かれてみたらどんどん見る目が離れていくという。まあ 2.2 リッターだからな。そうですね。でもこれ煮詰まれは結構いいとこまで行くんじゃないですか。です、ね、コーナーがねちょっとアンダーオーバーありそうだったから。シルビアなんかもうね、これ本付けのパーツだけど、ね、そこそこ煮詰まった部品がついてるし、ね、決まってるよな、ね、でね GTR ねやっぱ速いわ。これターボでもつけないと無理だね。ですよね、うん、で足をねもっときっちり煮詰めていかないと。まあ今後の課題としてはですね、まあこれをベースにしてどんどんアルテッタっていう車はですね、各チューナーが煮詰めていくんではないかなと思います。ここで緊急報告。エスプリ号はノーマルからおよそ30馬力のパワーアップに成功したものの、実馬力は230馬力に達しなかった。その訳は、実はノーマル状態でのエンジンパワーがカタログ値に達しておらず、予定通りのパワーが出せなかったのだ。車本来の素性は良いことが確認できただけに、メーカー側の素早い対応に期待したい。